贅沢ですね、これは。うわうわ箸忘れた。チェンゲンで行こうか。刺身その木のみたいに訪れてみる。どうですか、これ。ああ。さっきもらったみかんめっちゃうまかったっす。うん、あ、みんな。もう一個取っていいですか。たまちゃんいる。おはようございます。こちら、はい、ただいま、このみかんを収穫するにあたって大事なことは、はい、こう、もう左手で軸を見て、右手で取る。なるほど。もう右で取ってるときには、もう次の場所を見てるというね。っていうのがいいらしいです。ですね。やっていきましょう。食材もらいました。またまた山本さん一家みんな、いや、お疲れ様です。このでかすぎね。こいつを今から調理、美しく解体してあげよう。お願いします。今日はいい感じですね。野菜も食えて唐揚げをするつもりでございます。いただきます。あ、ありがとう。食べましょう。いただきます。まあ、瞬間見てみましょう。どうぞ。ついに完成した夢のマイクボン。南側正面の前面窓、一体どのように実現するか。もうプレート完成した。実際の形がキラキラ。細い路地を抜けた先に佇む、敷地わずか 9.1 坪に建てられたスタイリッシュな住宅。ご家族の要望通り、南側の全面が窓、住宅密集地ながら太陽の光がさんさんと降り注ぐ。そして玄関に入るとまず目に飛び込んでくるのは左側の壁一面大容量。
いただきます。食べましょう。これ3分の1取って。